んで君がここにいるんだ。綾瀬美晴は天川春人の幼馴染だった。春人、これは俺の推測ですが、サツキさんと高久さんは勇者としてこの世界に召喚されたのかもしれません。大丈夫です、春人さんと一緒なら。ありがとう、リオ。私をさらってくれて。おかえりなさい、お兄ちゃん。お願い、助けてあげて。勇者、私、探しに行きたいです。慎んで拝命いたします。勇者様なのではないでしょうか。俺は、坂田博明。もし俺に天川春人の記憶があると打ち明けたらどう思うだろう。いつか話さないといけないのかもしれないけど、今はまだ。毎日同じことの繰り返し、そんな日あることで嘘ばかり重ねて。飽きたこれから。